はい、こんにちは。今回は KO キングが KO された壮絶な試合を紹介いたします。ジュリアン・ジャクソン。角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離より少し近い力のフックに強烈な破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。倒し屋ジュリアン・ジャクソンの持つ WBC 世界ミドル級王座に挑戦したのが、これまた倒し屋のジェラルド・マクラレンでした。ジェラルド・マクラレンは殿堂入りのトレーナーエマニュアル・スチュワードの下でトレーニングをし、アマチュアでも傑出した実績を残し、プロ入り後デビューから10連続 KO とハードパンチャーぶりを見せつけました。初回からマクラレンは王者ジャクソンを恐れず攻撃をし、ジャクソンが受け身に回るシーンが多くなり、迎えた第5ラウンドにマクラレンの強打が爆発しました。WBC 世界ミドル級王者となったマクラレンは3度目の防衛戦で再びジャクソンと相まみえました。アメリカでは歴代最強パンチはアーニー・シェーバースと言われており、実際に対戦したボクサーたちもアーニー・シェーバースこそ最強パンチャーだと証言しております。歴代ナンバーワンハードパンチャーと言われているシェーバースは、自分より10センチほど背が高い大きなロン・ライルと戦い、2ラウンドに早くもダウンを奪います。スタミナに難があるシェーバースは試合を決めようと猛威を振るい、ロン・ライルは持ち前の頑丈さと固いガードで必死に耐え抜き、反撃のチャンスを待っていました。ロン・ライルは前の試合でモハメド・アリに敗北し、再びアリの王座に挑戦するというモチベーションを持ってシェーバースの猛攻撃を耐え抜きます。そして第6ラウンドにロン・ライルの強烈な右がヒットし、シェーバースはリングに崩れました。3歳、非常にハンサムボーイです。挑戦者はアセリノ・フレイタス。20戦全勝、
前 KO のアセリノ・フレイタスは WBO 世界スーパーフェザー級王者アナトリ・アレクサンドロフに挑戦いたしました。初回からフレイタスは圧倒的パワーで経験豊富な王者を追い詰めていきます。身長は168センチとスーパーフェザー級やライト級ではやや小柄ですが、野性味あふれ豪快で躍動感のあるファイトスタイルで常に相手を圧倒していきます。フレイタスは2つの階級で世界王座に戴冠し、そのファイトスタイルで人気を得て、特に母国ブラジルでは国民的英雄と言っていいほどの人気を獲得いたしました。35戦全勝のフレイタスは WBO 世界ライト級王者の防衛戦にディエゴ・コラレスを迎えます。コラレスは1階級下のスーパーフェザー級の世界王者で、階級を上げてフレイタスに挑戦いたしました。強打者同士の戦いはコラレスのプレッシャーがきついためか、フレイタスが足を使う展開となりました。フレイタス有利と思われていた一戦ですが、8ラウンドにフレイタスは集中連打を浴び、ダウンを喫します。バズーカと呼ばれたウィルフレッド・ゴメスはアマチュア時代には15歳の時にオリンピックに出場し、18歳でプロデビューいたしました。デビュー戦は引き分けでしたが、2戦目から32試合連続 KO したのです。その間、スーパーバンタム級の王座を17度連続防衛し、すべて KO 勝利という記録も残しているのです。ゴメスは6度目の防衛戦で52戦全勝 51KO の WBC 世界バンタム級王者カルロス・ファラテの挑戦を受けます。戦前の予想ではファラテが有利でしたが、ファラテが試合直前に風邪をひき、また減量で苦しみました。ファラテは体調不良のためもあって勝ちを急ぎ前に出ますが、王者ゴメスが巧みにいなし、4ラウンドに強烈な左フックのカウンターが炸裂するのです。5ラウンド、ついにファラテがバズーカの連打の前に力尽きてしまいます。
スカゴンベス。強打のバズーカ砲で世界スーパーバンタム級王座の防衛戦を17連続 KO 防衛を果たしたゴメスは、続いて WBC 世界フェザー級王座も奪取し、初防衛戦にアズマー・ネルソンを迎えました。挑戦者ネルソンは歴代軽量級ボクサーの中で最強の呼び声が高いボクサーの一人です。抜群の身体能力を生かした強打とスピード、堅実なテクニックを兼ね備え、アフリカの野生児と呼ばれていました。中盤から強打の二人が打ち合うシーンが多くなり、野生児ネルソンが31連続 KO のレコードを持つゴメスを上回る破壊力で攻め立て、ゴメスがバズーカ砲で反撃をし、一進一退の攻防が繰り広げられました。迎えた11ラウンド、ネルソンの猛攻が火を吹き、ゴメスが防戦一方になり、それまでのダメージの蓄積もあり、王者ゴメスはついにダウンを喫しました。